種から多肉ミソップです。いやー、暖かくなってきましたね。冬の寒い間はお水やりをしてもあんまりこう動きがなかったんですが、最近は水やり後しっかりお水を吸ってぷっくりしてきてくれます。もうすぐ1年で最も多肉が美しくなる季節が来ますね。紅葉を残しつつ成長も始めて幅ふっくらとしてきます。それではアンサー動画やっていこうと思います。今回は一番質問が多かった交配についてです。香里さん、メダカさん、マキさん、中野さん、しげおさん、村田さん、マップさん、カッペタンさん、バオさんからのご質問で、交配の仕方が知りたい、花粉の保存方法は。こちらは前回の交配動画を答えとさせていただきます。よかったらぜひご覧ください。もしわからないことがあれば追加でコメント欄にぜひお寄せください。りんりんさんからのご質問です。交配する際の特性をより出すための種親、花粉親の決め方を教えてください。諸説ありますが、母親の遺伝が強く出ると言われています。ただそれ以上にその品種の持つ遺伝の強さが大きく影響します。有名なところで言うと、アルバやメキシカンジャイアントは父親にしても母親にしてもとっても強いです。田中さん、なおさんからのご質問です。小さい株でも交配させて大丈夫ですか？品種にもよりますが、あまりおすすめできません。一概に何センチとは言いづらいんですが、まず苗が元気に育っていること、そして6センチ以上の大きさがあった方がいいと思います。二寸ポットパンパンになっているぐらいの大きさです。こちらのサイズ、こちらは 2.5 寸のポットなんですが、ギリギリ悩むぐらいの大きさです。多肉のまーちゃんさんからのご質問です。交配すると弱ってしまう品種は。夏に弱い品種全般です。ヴィンセント加藤、ルンデリーなどが代表といえます。こちらの多肉はとっても丈夫な品種ばかりです。うさうさこさん、あやさんからのご質問です。交配するのにおすすめの品種は。品種でいうと花うらら、デレンベルギー、月影、コロラータ、エボニー、こちらのような原種ですね。原種がおすすめです。ただ品種と同じぐらい株の状態がとっても重要です。元気な株で交配するのがおすすめです。伊集院さんからのご質問です。たくさんの人が交配を始めて多肉業界は大丈夫ですか？業界のことはちょっとわからなかったので師匠に聞きました。たくさんの方が交配を始めて、たくさんの素敵な苗が生み出されています。 F2、F3 になるとさらに美しい苗も生み出され、想像するだけでワクワクします。多肉植物を育てる喜びがたくさんの人に伝わっていくのは良いことだと思っています。多肉植物を育てる喜びは小さな変化から大きな変化まで様々です。その楽しみを丁寧に発見し共有すれば、業界は広がっていくんじゃないかと信じています、とのことです。ですので私も丁寧に伝えていきます。ガンさんからのご質問です。プリドニスグリーンフォームは種親と花粉親どちらが向いていますか？
花粉親です。まだ流通量が少ないので苗の体力を使わないように花粉親にされるのがいいと思います。とっても立派な花粉を出してくれます。なおさんからのご質問です。ネックレス系は交配できますか？できると聞いています。こちらのドルフィンネックレスはグリーンネックレスと七宝樹の交配と言われています。ただ正式なところはちょっと分かりません。ももっちさんからのご質問です。黒胞子とエケベリアの交配はできますか？やったことはないんですが難しい気がします。異族間交配は難しいものが多いです。でもできたら面白いですね。いつか一度は挑戦してみたいと思います。村岡さんからのご質問です。エケベリアと他の属の交配はできますか？セデベリアと呼ばれているセダム×エケベリア、パキベリアと呼ばれているパキフィツム×エケベリアなどできるものもあります。エレイン×ミニマレッドエッジ、こちらもそうです。私もしていますし師匠はたくさんしています。こちらのレティジアのように古くから愛されている異族間交配もあります。ひなぴーさん、ジェイソンさん、うみこさん、伊集院さんからのご質問です。交配した苗は命名したり販売してもいいのですか？ちょっとわからなかったので師匠に聞きました。パテントを取らない限りは流通名、商品名なので誰がどのように命名しても販売しても問題はないとされています。ただその命名をする段階に選抜と選別という2つの考え方があります。クローンで増やして命名する場合、それと同一交配で大体の近しい顔のものを選んで命名する場合があります。信頼のおける育種家の方を探したりする楽しみも増えると思いますとのことです。ということで交配についてのアンサー動画後半へ続きます。皆さんの多肉がきれいに育ちますように。いやー今日もたくさん質問に答えさせていただきました。今日はこちらでやっていこうと思います。せーの、じゃん、ガブ飲みメロンクリームソーダ、美味しそうですね。では早速いただきます。美味しい。こう無果汁なんですけどメロンを感じます。こう懐かしい味ですね。そしてちょっとクリーミー、クリーム感じますね。昔からあるんですけどちょっと新しい、そんな味わいです。小さなアップデートを繰り返してますね。メロンの爽やかなグリーン、そしてクリームの優しい白、ソーダの爽快感、あ、これはまさに春霞。古くからあるように見えますが小さなアップデートをしています。色がまさにメロンクリームソーダ、爽やかです。爽快感、爽快感もまるでソーダみたい。メロン、クリーム、ソーダ、イエス。